旧廷神刊物語は、江ノ木田有利による日本の小説。角川書店より2007年10月から2011年12月まで刊行された。角川より、新装版が2018年3月から2020年6月まで刊行された。さらに、2021年3月に後日タウンが角川から発行された。2020年6月時点で、 シリーズ累計発行部数は80万部を突破している。エノキダユがエノキダユとして書いた初めての作品。2009年にドラマ CD 化。国が乱れた時、白い虎の背に乗って人の悪しき心を見抜く奇跡の少年が現れるそんな伝説の残るカズキ主人公はそのカズキの農村に暮らし、機体に石がはまっているため周囲から忌み嫌われている。 やんちゃ少年、天生そしてその和木国の新館である、明警官は、大見和館からの密命を受け、奇跡の少年を探す。ところがその少年が、どうやら、あのやんちゃ棒を主な天生だと分かった。キャストは、ドラマ CD 版のもの。選ばれし、瞳の少年2007年9月29日発売。 ISBN 978から4から04から44万9104から8少年は学者をかける2008年1月31日発売 ISBN 978から4から04から44万9105から 5, 5乾きの王とは雨を待つ2008年6月28日発売 ISBN 978から4から04から44万9106から2、二人の鶏眼時2008年11月29日発売 ISBN 978から4から04から44万9107から9、鶏眼はあるジを試す2009年4月28日発売 ISBN 七十八から四から零四から十四万九千百八から 6. 王子の証と四次の件2009年10月31日発売 ISBN978 から4から04から44万9109から3双壁の王子2010年4月28日発売 ISBN978 から4から04から44万9110から9鳳凰まと一社2010年11月30日発売 ISBN 978から4から04から44万9111から6、初二福は、脈力の風2011年4月28日発売。ISBN 978から4から04から44万9112から3、運命は兄弟をもて遊ぶ2011年7月30日発売。 ISBN 978から4から04から44万9113から、0、K 眼は明日に輝く2011年11月30日、発売、ISBN 978から4から04から44万9114から7、72018年3月24日発売、ISBN 七十八から四から零四から六千七百五十四から、 32018年5月25日発売。ISBN978 から4から04から10七6791から82018年7月24日発売。ISBN978 から4から04から10七6761から12018年10月24日発売。 ISBN 978から4から04から万0千7412から12019年1月24日発売 ISBN 978から4から04から万0千7414から52019年4月24日発売 ISBN 978から4から04から万0千7415から22019年7月24日発売 ISBN 978から4から04から108,403から82019年10月24日発売 ISBN 978から4から04から108,404から52019年12月24日発売 ISBN 978から4から04から108,408から32020年3月24日発売 ISBN978 から4から04から10千9123から42020年6月12日発売 ISBN978 から4から04から10千9126から52021年3月24日発売 ISBN978 から4から04から10千9124から1月間あすか2009年5月号より 連載開始。2010年9月号にて最終回を迎えた。作画は、文庫本同様加藤直が担当している。2010年2月23日発売。ISBN978 から4から04から85万4435から1。2010年11月20日発売。ISBN978 4から04から85 4559から。 4フロンティアワークスより発売。ありがとうございます。